だいたいいつもこれぐらいです。冬でも？冬でも。外国人の人とかテレビとかで特集しててもズボンが多いですよね。なんでだろう。 Hey guys and girls on Ask Japanese, this is Cathy Cat. Today we're gonna go and hit the streets of Tokyo to ask the Japanese girls there, well, and the guys, why the skirts in Japan are such a predominant thing. I must say, the first time I came to Japan, I was very surprised how many girls were wearing skirts there, and I want to find out why. So let's go and ask Japanese.夏、暑い。今日のコーディネートは？今日のコーディネートは、え、なんでしょう。特に何もないまま決めちゃったんですけど、なんでしょう。え、でも原宿行くってなったんで、原宿っぽい方がいいかなと思って。原宿スタイル嬉しい。で、今日のコーディネートのポイントは？今日のコーディネート、スカート可愛いです。実は今日のテーマはスカートです。私ドイツから来てて、日本人の女性スカート結構履いてるなと思ってて、ドイツそんなに入らない、履かないので、なんでだろうと思ってたので、なんで今日スカートに来ると思ったんですか？スカートしか私持ってないですけど、なんかやっぱスカートの方が可愛いし涼しいってイメージがあって、多分ズボンも今通気性がいいのはいっぱいあるからそんなことないんでしょうけど、涼しいかなっていう。スカートの方が足が長く見える気がして、私が短足だからいけないんですけど。そう、でも確かにスカートでなんか短ければ足が長く見えるって言いますよね。そうそうそう、錯覚で、そう、そこかなみたいな。スカートしか持ってないって聞いたんですけど。そうです、スカートしか持ってないです。じゃあズボン一枚もない。そうですね。どこかになんかあの畑とか行く。あ、ジャージみたいなのはありますけど、でも友達と遊ぶのとかには絶対着てかないです。見たことないでしょ。そうなんですよ。見たことないんですか。ない。今の長さ、だいたいいつもこの長さですか？だいたいいつもこれぐらいです。冬でも？冬でも。寒くないんですか？全然寒くないです。なんか工夫しとかしてるんですか？いや、多分なんか日本の女の子みんな多分女子高生の頃からこれぐらいじゃないですか。だから多分慣れてるんだと思います。足がもう寒さに耐えたみたいな。いけるのみたいな。そうそうそう。全然平気。こっちが今長めのスカートを選んだじゃないですか。なんででしょう？夏は結構私長くって、で冬は短いのでタイツとかで防寒する人。あ、なんか逆だと思ったんですけど、夏が長い。冬はなんか日本の女の子は結構短くしてタイツとかを履く子が多い。なんで短いスカートは冬なんですか？冬は服も結構暗く、ブラックとかグレーになるから、足元はちょっと軽くしてバランスを取りたいんじゃないかなって思う。工夫してますね。でもこっちは冬のも夏もこの長さ。オールウェイズこの長さ。じゃあなんかスカートの良いところとスカートの大変なところは何ですか？いいところは可愛いってところと、で悪いところはやっぱ運動はしにくい。スポーツとかには向かないし、長さによってはフォーマルじゃないって言われる時があるじゃないですか。あ、確かに。そうそうそう、だからそこかなって思います。長いと踏みそうになっちゃうから。こうやっていって。確かに今のは踏みそうな感じですかね。そう、背も低いから。こうやって上げないと。メリットは何ですか？メリットやっぱ かわいい。かわいいし、女性らしい、女の子らしさかな。女の子しか履かないじゃないですか。長さもいろいろあるから、まあ気分で変えたりできるから、それが楽しいかな。でもズボンもまあそうだけど。じゃあ自分のクローゼットの中にあるスカートの、このスカートが一番使いやすいとか使い回しやすいとか何かありますか？リバーシブルのスカート。表はちょっと秋とか冬に着られそうなちょっと厚めので、裏返すとラベンダーみたいな色。いろいろ使える。それが便利ですね。初めて聞きました。なんか一番使ってるスカートは？実はこれなんですけど、これタンク的な。そう、これ可愛くて、普通にワイシャツに合わせたら学校っぽくなるし、なんか制服みたいな感じになるし、普通にこういうのに合わせても可愛いしっていう。プリーツスカートっていうこの形自体が可愛いんで、これ一番使いやすいです。いいですね。 NEXT。 ちなみに2人は今日はスカートじゃないんですけど、普段はスカート少ないんですか？いや、昨日はスカート履きました。あ、たまに履きます。で、今日2人ともズボン選んだ理由は？気分と、あとズボンの方がやっぱ動きやすいからと、歩くかなって思ったから今日はズボン。
クローゼット開いてスカートの割合とパンツの割合とどっちの方が多いんですか？半々ぐらい。ズボンの方が多いです。やっぱ楽だからかな。個人的にスカートの理想の長さはどこまでですか？最近なんか膝より下の長い丈が流行ってるんで長いのが好きです。体型も隠れるし清楚な感じが。確かにエレガントな、はい、膝より長い丈がありそうです。風とか吹いても大丈夫だから気にしなくていいから膝より長い方がいいかなって。でも最近ズボンも結構流行ってたり、そんなめちゃめちゃスカートが多いっていう感じはしないです。前は違ったんですか？ミニが流行ってた時期もあったし、まあ、変わってるかなっていう感じはします。よろしくお願いします。今ちょうど2人がスカート履いてません。履いてない。なんででしょう？動きやすいズボンの方が、うんうんうん、あでもあるある。動きやすい、動きやすい方が好き。なので足出してるけど、ね、絶対料金がちゃんとあってプラスアルファスカートではない。そうっすね。そう恥ずか何これ恥ずかしい。あの別に女性がそんなにスカートこだわらない人もいるってですよね。そうですね。最近こうなんだっけキュロットとかガウチョっつってなんかスカートに見えるけどズボンみたいなのがあるからスカート履かなくてもおしゃれができるからいいのかなって思います。スカート履かなくてもおしゃれってことはスカートってイメージイコールおしゃれか多いですか？そうですね。なんか女子イコール昔だとスカートみたいな感じですけど、可愛いって感じだよね。けど今そうじゃないから。あもうそうじゃない。よかった。そういうわけじゃないけどでこういう格好の人も全然可愛いと思うけど、可愛いがいろんな可愛いが増えてると思います今。あで周りの人はいろんな可愛いをバカ理解できるように、うんうん、はい、こういう原宿とかはいろんな格好の人が多いんだと思います。ってことはもう高校卒業してからあんまりスカート履かない感じ？あそうですそうです。制服しか履いてなかったかも、うん、スカート履き飽きたりとかしますか？そうですね、3年間ずっと履いてたので飽きちゃいました。でも今日迷った、スカート履いてくるか迷ったけどズボンが楽だなってなっちゃったやっぱり。スカートだと何が不便ですか？ヒラヒラしてるのちょっと嫌だなってなっちゃうかな。座る時とかこういちいちこうやるじゃないですか、うんうんうん、なんかねそれが男子と女子の差がちょっとめんどくさいなって思っちゃうのと、あとタイトスカートとかあるじゃないですか、あれはもう歩きづらい単純に。それが私はちょっと苦手なのであんま動きづらいって思っちゃって買わないですね。じゃあ今自分のウォードローブの中に何着ぐらいスカートがありますか？ゼロ。お、2着あります。あんま履かないけど。友達はどうですか？逆にスカートしか履かない子もいます。ズボンを持ってなくてズボンが2着ぐらいしかなくてスカートかワンピースみたいな人もいるから。私の友達は逆にいないかもしれないです。ズボンの人ばっかりかな、うん、みんなやっぱり動きやすい方が好きみたい。だからスカートの人あんまりいないですね。多い、私の目線からやっぱ多い。見るとドイツはほぼ見えないのでなんでだろうな。でも分かります、外国人の人とかテレビとかで特集しててもズボンが多いですよね、うん、なんでだろう。でも服屋とかも友達が海外行った時にズボンしか置いてなくてびっくりしたって言ってた子がいて、なんかそういうの聞いて、あ国の差なのかなとは思いました。やっぱりズーバーの時の歩き方はいろいろ気にしなくて歩けるし、うん、まあ、危なくないみたいなイメージのついてるし。そうですね、1枚あれば結構気回しが効くのかなって思っちゃう。何でも合うイメージあるね、ズボン、うん、デニムとかだと。そう、そう、その外国人が思ってる日本人がずっとスカート履いてるだけではなく、もう日本も変わってる可能性があります。しばらくお待ちください。今日はなんでスカート履くと思ったんですか？タピオカを飲みに来ました。暑かったからスカートできます。涼しいから可愛いから。どういったところが？女の子らしい。クローゼット開いて中見るとスカートとパンツの割合どっちの方が多いんですか？スカートの方が多いです。パンツ何枚ぐらい持ってますか？2? 2着しかない。あでもパンツもまあまああります。でもスカートの方が多いかなって感じ。やっぱスカートの魅力って何ですか？合わせやすい。スカートの方がなんかデザインが多いからいいかなって思います。
やっぱ可愛いしか出てこないあ、なんかスカートイコール可愛いってことですか？はい。で、ズボンイコール何ですか？かっこいい、なんか楽な感じ、便利の方が強いって感じですね。じゃあ逆にスカートのデメリットは何ですか？冬でもスカート履きますか？履けます。なんでですか？寒くないですか？なんかおしゃれだから、はい、長いのなら寒さはあまり感じないかな。スタイル重視かな、日本の女性は。確かにたまに高校生って見えるんですけど、自転車乗る高校生がいるじゃないですか。スカートのままで自転車乗れますか？乗れます。乗ってますなんか工夫とかしてるんですか？下に黒いパンツ履いたりとかぐらい。そういう工夫、そういう工夫俺が言ってた。高校生の制服がスカートなんで、多分それでだと思いますね。慣れてる感じ。そうですね。自分の意見は？やっぱり可愛いからじゃないですか。可愛い、女性らしいみたいな感じですよね。どういったところが女性らしいって感じですか？足が綺麗じゃないですか、女性って。そこを見せるみたいなじゃないですか。なんかあの女性がズボン履いてもスカート履いても、自分は個人的にどっち好みですか？今最近はワイドパンツみたいのが流行ってて、それが好きですね。なんでですか？ダボっとしてる感じで、なんていうんですか、今パンク系の服とかも流行ってたりするんで、それが好きですね。お、じゃあボッとして大きいですか？はい。あ、スカート好きなんでいいと思います。どういった感じのスカートがいいですか？高校生みたいな感じの制服とかもいいですし、と原宿とかでよく履いてるなんかこのお姉さんみたいな感じのも膨らんでるタイプで、はい、好きです。そういう。あ、長さとか好みありますか？やっぱ短い方が好きですかね。あ、そうですね、短いのが好きですね。ちょっと足がちゃんと見えるから。はい、はい、そうですね。じゃあ日本の女性はスカートよく履いてるってことは、よっぽど男性がスカートが好きってことかな。まあ多分そうですね。やっぱ高校の時から女性はスカート履いてるのを見てるんで、それで好きだと思いますね。そうだと思います。ありがとうございます。I think Japan and, for example, the UK share the thing because there are skirts in school uniforms, and quite a lot of girls wear skirts in school uniforms also in the UK. In Japan, you pretty much have to wear a skirt in school uniform. There are only a few schools in which you are allowed to wear trousers, and that is mainly, for example, for religious reasons and similar, so you can't just wear trousers. It seems because you have to wear a skirt on such a daily basis, the girls in Japan are more used to wearing skirts, and it kind of becomes part of the culture. So the idea of like the very feminine wearing skirts, making your legs look longer and stuff like that seem to be coming from that, and you're kind of more used to it. But for example, in Germany, we don't have school uniforms, which means we're not used to wearing skirts, which is, you see them really, really, really rarely. I must confess, when I was still in Germany, I barely wore skirts. I only wore skirts when I was cosplaying at the time, or when I had to wear them for costumes when I did musical. So actually wearing skirts wasn't a thing. I was a real tomboy. I hated skirts. Never really wore them. I once wore a skirt like on my way to meet my friends, and like a taxi driver was like, "You shouldn't wear a skirt. It's dangerous." And I'm like, if you think that way already, you know, maybe you're dangerous. So it's kind of like not a culture in which we can really wear skirts. But ever since I started going into Japanese fashion, I started wearing skirts more and more and more, and it flipped over now, and I barely own any trousers. And I am glad, because I think skirts are just, they don't like squeeze you up as much as like tight trousers do. And I just like the whole frill and the floof and how the skirts open up, and I just like them. This is my personal preference though, so that's why I actually have more skirts now than I have trousers. I really have to search for trousers, and I only wear them for like a house move or going somewhere in the countryside. But generally, I'd like to try and challenge quite a lot of things and do them in a later fashion. On that note, the director has challenged me to do a revisitation of our fishing video when I tried to fish in Lolita fashion. So that is gonna come up hopefully sometime soon, and I will go and take the challenge and try go fishing again in Lolita fashion. I don't know how it's gonna happen, but I hope this time we're not gonna get flooded like last time that happened during the live stream, and it was quite dramatic actually, because suddenly the water started rising and our whole picnic got wet, and yeah, the director had to carry me over to the shore. If you haven't watched it yet, it is
in our videos. Pretty intense. Okay, guys, I hope you had a great day. I hope you have already subscribed. If not, be sure to hit the subscribe button. It would be lovely to have you on the team, and you will find out more stuff about Japan and Japanese culture and Japanese people on this channel. And if you've been with us, don't forget to leave a big fat like on the way out. Love you guys lots. Catch you soon. Bye!